過去里市ふるさと絵本館は、福井県越前市に所在する、私立の生涯学習施設であり、越前市出身の絵本作家、過去里市の記念館、越前市教育委員会事務局生涯学習課が管理する。か、この生涯を紹介し原画などを展示する、美術館、多数の絵本作家の作品閲覧が可能な図書館、遊戯室を設けて読み聞かせや、 工作教室などの催しを行う児童館の機能を複合した施設である。2013年4月26日開館。絵本作家、加古里氏は1926年に、かつて越前国国府が置かれた地にほど近い、福井県今立軍国高村八幡に、兄と姉を持つ三人兄弟の末っ子として生まれた。 父親は当時大同肥料に勤める会社員で、その後竹尾駅近くの竹尾町西旗町に引っ越し、父の仕事の都合で1933年に東京市板橋区に転居する満7歳まで同地に在住した。明少年は地元の竹生幼稚園、竹尾東神城高等小学校に通園、通学し、日野川や村国山などの自然の中で幼少期を過ごした。 後年、過去は、竹尾での生活について、わずか8年間でしたが、ふるさとはどこかと尋ねられたら、もちろん、竹札と答えます。僕の原風景と言えるのは、まさに、あの川であり、あの山などの自然でしたと語っている。当館の建物は1992年に設置された、竹尾市立図書館の文館の建物を再利用したものである。は、石像2階建て。 内装に木材を多用した H 字型の建物で図書館文館時代には約1万3千冊の蔵書があった。2005年に武雄市と今立郡今立町が合併し、越前市が発足すると同時に武雄市立図書館は越前市武雄図書館に改称。2006年武雄中央公園内への越前市中央図書館の新築工事一転準備に伴い、 越前市竹雄図書館は閉館。文館も閉館された。閉館後、はやや離れた紫式部公園に隣接する越前市、ふるさとギャラリー、宿舎の文館、駐車場と位置づけられたが、事実上は休館状態にあり、有効活用されない時期があった。過去佐藤市は2010年に越前市ふるさと大使に移植され、市の PR に、 自作のキャラクター等を提供するようになった。一例として、越前市立図書館の利用者カードには、過去の代表作の一つ、ダルマちゃんと、天狗ちゃんのダルマちゃんが描かれている。2013年4月26日、越前市は絵本を通じた、乳幼児期からの読書習慣の育成と、子どもの想像力、探求心の関与を目的として、旧文館の建物を活用した。 過去里市ふるさと絵本館を開館した。旧文館の蔵書を絵本室に収蔵し、過去によって絵本の原画やそのキャプションが展示のために提供された。エントランスエントランス脇のチェーンソーアートによるダルマちゃん、木造広場のダルマちゃんとダルマこちゃんの遊具、ダルマちゃんと雷ちゃんの遊具。ありがとうございます。